白川貴生、二代目熊本組組長は、昭和13年10月2日に生まれた。熊本組とは、昭和30年代に、岡山最大の勢力を誇った、現金屋の流れを組む組織で、昭和38年に、同組舎弟だった初代、熊本親志組長が、山口組の、地道幸雄若頭から、舎弟杯を受け、山口組傘下となった。熊本組長が田岡三代目から親子杯を受け、直参に昇格したのは、昭和39年2月のことである。白川は、熊本組で長く若頭を務めていて、組織のまとめ役だった。晩年の熊本組長が病気がちだったことから、昭和63年2月、高齢を理由に引退。山一構想の最中であったが、後目は当時、ナンバー2の実力者だった、白川が継いで直参に昇格した。当時は東大不在で、中西和夫組長代行、渡辺義則若頭の暫定政権だったために、杯ごとは行われなかったが、直参全員の承認を得るという形での昇格だった。一和会との山一構想最中の昭和63年9月、玉野市内の観光ホテルで執り行われた熊本組二代目披露は、構想中にもかかわらず、四代目山口組から当時の中西和夫組長代行、渡辺義則若頭をはじめ、最高幹部と全国の直系組長が約60人、その他にも300人近くが列席するという盛大なものだった。5代目体制発足後、直系組織の後目杯儀式は規模を大幅に縮小させ、その組織が所属するブロックの最高幹部や直系組長のみが列席して執り行われるようになったため、全国から最高幹部や直系組長が退去して列席する盛大な杯儀式は、熊本組2代目披露における白川が最後となった。その意味で幸運な侠客であったと言えよう。その後、五代目体制発足で親子杯が行われた。五代目体制では、総本部当番長を務めたこともある実力派組長であった。六代目体制でも親子杯を受け、活躍してきたが、平成19年8月30日、白川貴生は病のため死去、享年68歳。